これ今のボケなんですか？そうですね。うん、まあボケっちゃボケですね。ボケなんですね。じゃあもう写真のコーナーやめますか？おかしか。お疲れ様でした。あ、どうもどうもどうも。よかったよ。ちょっとあの天才の片鱗を見たいので、はい、ネタをちょっとお願いしたいんですけど。はい。あ、そうですか。もうこれはもう天才のところも見えますよね、当然ながら。あ、もう見えますよ。あ、そうですか。見えますかね。見えます。どうなんですかね。そう。ただ、うん、あなたが書いたネタではないんですけれどもね。そうやってね、そう全部キャラにするけど、僕もちょっと協力してますからね。してないけどね。いやいやいや、してますします。やっぱり仲が良くないのかも。ちょっとお披露目を。あ、はい、そうですね。はい、お願いします。はい、どうもよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、ご紹介預かっておりますが、うん、はい、改めまして、はい、紹介させていただきますと、翔介圭介というコンビでございまして、うん、私が翔介圭介の翔介でございます。はい。で、彼が。はい、僕が翔介圭介のアキラと申します。なんでだよ。いや、お前アキラだったらケイスケどこ行っちゃうんだよ。あ、僕がケイスケでした。お願いします。まあ、そりゃそうだね、当たり前だよね。うん、うん、いや、しょうがないんですよ。しょうがない、うん、なんっていうのは、アキラっていうのは僕のお父さんの名前なんです、ね、しょうがなくねえよ。どこの世界にお父さんと自分の名前間違えるやついいんだよ。まあ、せっかくの機会ですので、顔とお父さんの名前だけでも覚えてください。よろしくお願いいたしますということでね、うん、まあ、僕ら翔介圭介で漫才させていただいてるわけなんですけれどもね。そうですけどもね、うん、まあ、こうやって実際組んでますけれどもね、うん、やっぱね、相方に対して不満っていうのが出てくるんですよね。俺に対しての不満。そうそうそう。おー、それ何よ。だってあなたの場合はね、秘密が多い。いや、そんなことないですよ。別に秘密なんで、うん、さほど多くもないですよ。あ、そうなの。うん、大体ね、あなたどこ出身かさえ教えてくれないでしょ。いや、それは違うって、うん、それはお前が聞いてこないから答えないだけであって、うん、そんなもん聞かれりゃすぐに答えますよ。あ、そうなんですか、うん、じゃあ僕の質問に答えてくれますか。あ、いいですよ、どうぞどうぞ。はい、じゃあ、あの、初キスはいつですか。気持ち悪いな、お前。なんでそれ知りたいんだよ、うん、そうじゃなくて、どこ出身かとかそういうこと聞きたいんでしょ。あ、どこ出身。あ、僕ですね、うん、僕は群馬県の生まれでございまして。群馬。はい、群馬でございます。ど田舎ですね。ほっとけよ。いいだろよ、別に群馬、うん、群馬って北海道の上にある。そんなとこにはねえよ、うん、埼玉の上な。埼玉の、はい、いや、申し訳ないんですけれどもね、こう群馬出身ってこれからね、こう皆さんの前で発表するのでちょっとやめてほしいんですけども、うん、それ群馬全体に申し訳ねえからな。うん、いや、だってさ、ほら、埼玉とか神奈川とかなら分かりますよ、うん、で、群馬ですよ。いいじゃない。群馬行くのにパスポート必要ですもんね。なことねえよ、国内だからな。いやいや、群馬ってね、恥ずかしいですよ。いや、なことない。別に群馬出身だからって馬鹿にされるとかそういうことはないですからね。いやいや、僕みたいにね、大都会茨城の人間からすると一緒じゃねえかよ。お前もない、同じぐらいの田舎だからね、群馬馬鹿にできるほどじゃないからね。いやいやいや、茨城は都会ですよ。いや、茨城だって同じぐらいの田舎ですよ。いや、都会だって。田舎だよ。都会だって言ってっぺ。それが田舎なんだよ。目がつく時点で田舎だろよ。あ、でも僕はもう東京住んでますから。いや、そんなこと言ったら僕だって今、東京もちろん住んでますよ。あ、そうなんですか。はい、で、東京どこに住んでるんですか。僕は東京の今、荒川区に住んでおりまして。荒川って土手ですか。土手じゃねえよ。アパートで。荒川区ってここは近いんですか。知らないの。うん。お前今東京住んでるでしょ。住んでる。知らないんだ。うん。じゃあ、まあ教えてあげるけど、うん、まあ東京にはね、荒川っていう川が流れてるわけですよ。で、この近くにある区を荒川区っていうわけですよ。はい、じゃあ、洗濯にいいでしょ。はい。いや、だから、荒川区だけに洗濯物が、うん、あら、川区、バカ野郎恥ずかしいよ。で、荒川の土手って土手じゃないからね。あ、そうなの、はい、あ、でも、その荒川区の土手にある段ボールでできたアパートに住んでる、うん、どんなアパートだよ。じゃ、もういいよ、俺の話はとりあえずいいよ。あ、お前は、うん、お前は今どこ住んでんだよ。僕はロサンゼルスに住んでる。もうちょいマシな嘘をつけてんだよ今東京住んでって言ったじゃん。そう、東京住んでる。東京のどこ住んでんだよ。僕はね、田園調布に住んでるんですよ。ああ、またいいとこ住んでるね。そうなんですよ。まあ正確に言うとね、田園調布じゃないんですけど。違うの。うん、田園調布の隣の。あ、隣な。うん、日暮里です。隣じゃねえよ。すげえ距離あんじゃねえかよ。そうそう。つうか、お前今日暮里住んでんの。うん。つうことは、じゃあお前も荒川区に住んでんじゃねえかよ。荒川区。うん。ってことは、洗濯物が。あら、乾く。二度はいいんだよ。一回でいいから、そういうの。ああ、そうなんですか。じゃあもう、なんか違うこと聞いてきて。違うこと。違い質問して。そうですね、うん、じゃあ、ご趣味は。お見合いか。普通に趣味やった。ああ、趣味は。趣味。そうですね、うん、僕は趣味と言われるほどの趣味ないんですけれども、うん、まあ、強いて言うなら、うん、この漫才こそが、まあ、仕事兼趣味みたいなところありますよね。暗いですね。むしろ明るいだろうよ。漫才趣味でかなり明るいやつだぞ。え、そうだな、うん。お前は、じゃあお前の趣味教えて。僕はですね、うん、僕はおことを少々。じゃあお見合い勝つんだよ。本当の趣味教えて。僕はやっぱね、電車が好きなんですよ。電車好き。うん。ああ、まあ、うん、ちょっとね、なんか電車オタクっぽい。
通話をしてますからね。そう、はいはい、あの特にね僕路面電車が好きなんですよ。路面電車、うん、あまあまあ普通の電車より趣ありますかね。そう、うん、まあ知ってる方もいるかもしれないですけど、路面電車ってね通称ティンティン電車って言うんですね、うん、チンチン電車ね。あ、そう、それ別に、うん、ティンあの、ね、ティンティンで濁さなくていい。あ、そうなの。そう、チンチン、これね言って大丈夫なチンチンだから。あ、そうなんですか。そう、別にこういうね、うん、テレビの前とかでも言って大丈夫ですから。あ、そうなんですか。普通に言っちゃってください。で、そのチンコ電車、それはダメだよ。うん、それは全然、それダメだからね。全然意味違うから。やめてください。で、路面電車っていうのは路面の上を走るからかっこいいんですよ。あ、そりゃそうですよね。うん、路面の上走らなきゃ路面電車じゃないよね。そう、だけど東京都内では都電荒川線しかないんですね。荒川線、うん。ほう。おう、じゃあ荒川線ってことで何区にあるのかな、うん、うん、まあ主に荒川区ですよ。荒川区にあるって言ったね。はい。おう、ということは、うん、洗濯物が、まあそういうわけでね、かっこいいんですよ。お前は言わねえのかよ。もういいや。どうもありがとうございました。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 笑っちゃいました。いやいやいや、もうありがとうございます。はい。どうですか、天才っぷりは。天才っぷりはね。見えました。今日は隠しました。まあ、そうですね。ちょっと片鱗だけということで。あれ、今日は、今日は、しましたけど。はい。普段は東洋館に定期的に出てる。あ、そうですね。東洋館はもうちょこちょこ出させていただいておりますね。あと毎月。仕事あるんですか。そうですね。まあでも、今はほぼホームが東洋館ですね。そうですね。あとはとかね、まあ、下北の空間リバティっていうライブ小屋とかでなんかライブ出たりとか、そんなぐらいなもんでございまして。下北はどこですか。空間リバティって、空間リバティって駅のすぐ近く。それ近々というか結構コンスタントにやってるんですか。あ、そうですね。近々で言うと、昨日やりました。昨日やってきました。はい、終わりました。終わったそうです。あらら。やっぱ客層は違うんですか。その普段は東洋館とか、まあそのこっちの下町が多い。そうですね。で、下北に来ると違います。やっぱりそのライブってものと寄せってものですと、やっぱ客層はどちらかというとやはり寄せの方がもちろん年配の方が多いですしね。ライブは本当に20代ぐらいの方もう若者ですね。もうネタを変えたりとかするんですか。変えたり変えなかったりですね。試してみて、ここが受けてくれるか。年齢によってはあのやっぱりほらどっちも通用しないネタとかってありますね。そうですね。もちろんね。そうなんですか。そうです。そういうことなんですね。そうです。なんかあんまり深く考えてないですね、人生について。いや、考えてますよ僕は。考えてるんですか。うん、そうなんです。例えばどんなこと。いや、まあめいっ子は可愛いなとかね。それはお前の人生じゃねえよ。めいっ子の人生考えたんだよ。あ、そうですか。あ、じゃあそういうところで活動されてる、うん、そうなんですね。そうですね、ちょこちょこそういうところには出させていただいてる、ちなみにその、うん、一番最初に言ってた、うん、何でしたっけ、クレーム処理、うん、はいはい、っていうのはもう別にもうやってないわけですね。クレーム処理は僕がまだ続けてやってまして。そう、聞いちゃってよかったんですかね。じゃあまあまあ別に、うん、大丈夫なんですか。大丈夫です、大丈夫です。どこに電話すると出るんですか。それは言えない。それは言えないですよ。あのね、それは裏でやってください。放送でできないです、それは。そうですね。なんかそのクレームとかで困った話とかないんですか。ありますね。あ、まあ、ありますね。まあ僕ら本当にね、そこ芸人が30人近くいるんですよ。芸人が30人で、全体の人数何人ぐらいいるんですか。全体が、40強、50ぐらい、で、もうほぼ芸人なんですよ。それって何、どうして一人が入るとみんなここいいからやりなよって勧められるんですか。それとも芸人募集クレーム処理ですか。それじゃなくて、最初に入った芸人がいるんですよね。ちょっと名前言って大丈夫なんですか、わかんないですけど。大丈夫じゃないですか。まあまあまあ、ダブルコロンって知ってますかね。はいはい、ネズッチさんの。はいはいはい。あ、こちらはダブルラインだ。そう、ダブルライン。ダブルコロンのツッコミやってる木曽三中さんという方がいるんですけど、この方が一番最初そのバイト見つけたんですよ。で、その体制をどんどん変えていこうと、よくしていこう、どうにかこう、うまいことやっていこうみたいなのを含めつつ、その木曽さんがどんどん芸人を入れてったわけですよ。そのだって普通芸に対して極めなきゃいけないのに、なんでそのクレーム処理に対してこれはいけないよと思ったんですか。いや、やっぱね、バイトやるにしてもやっぱり深夜帯とかで漫才やってバイトやって漫才とかあるわけですよ。まあ芸人はちょっとバイトしないとね、収入がないですから。たまにまともなこと言うんですね。そうなんです。僕まともですよ。あ、そうですか。で、どうぞ。で、はい、ありがとうございます。で、そのバイトの中で例えば1時間休憩とかあるんですけど、ここを頑張ってうまくみんなで回して、まあその会社に迷惑かけないようにみんなで回して、そこの休憩を3時間して寝ようとか、そういう制度があったりとか。はいはい。そう、芸人を増やせばできると。できそうですね。
ね。そう、芸人大概容量いいんで。そうですね。まあ、その、トークは上手いだろうから、あ、そうなんですね。クレームも、まあまあまあっていうトークは上手いかもしれないので、向いてるかもしれない。ネタに持ってっちゃって、なんかもう、お客さん怒らない。さすがに僕ら芸人ですよって言って、いや、わかんない。そうですね。芸人ですよ、聞いてねとは言わないそうですよね。で、まあ、深夜帯なんで、全国からかかってくるんですよね、そこの場所には。全国からかかってくるんですけれども、深夜帯なんで、あの、心の寂しい方がかけてきたりとかするんですよね。クレームじゃない、クレームじゃない人もいるんです。喋りたいからって知ってる人がいるっていうことなんですよね。そうなんです。それで何て言われるんですか。例えばとある女性とかかけてきた時に、あの、なんかすごい質問してきて、質問をしてくるんですよ、僕個人に対しての。で、あの、ちょっとそれは言えないですと。関係ない話ってどういう話になるんですか。いや、だから僕に対しての質問なんです。好きな食べ物あなた何みたいな。そんな感じです。どこに住んでるのとかそういう話聞いてきて、で、最終的にはなんか電話の向こうで泣き出すっていう。なんか悪いこと言ったじゃないですか。言ってない。言ってないですか。ああ、切らないでくださいって泣き出すんです。そうだったんです。はい、わかりました。こんな感じで大丈夫ですか。大丈夫ですか。本当に大丈夫ですか。なんか大丈夫ですか。大丈夫。あ、僕そんなオタクじゃないんですよ。うん、いや、てか天才な部分。あの、まだ見せてないけど大丈夫。天才な部分。大丈夫です。天才な部分。じゃあ番組の後半も出てもらおうかなと思ってます。あ、そうですか。ぜひよろしくお願いします。ぜひお願いします。結構フリーな感じなんで、どんどんこう挟んでもらって口を。あ、どうも。天才を出してください。はい、どうもどうも。大器晩成ですけど。そうですね、大器晩成ですけど。大器晩成。まあ僕が今日は間に合わない。今日間に合わない10年後ぐらいわかりました。はい、はい、ゲストコーナーでございました。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ロックを勉強しよう。イエーイ。ロック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 。というわけでですね、はい、はい、こちら登場でございまして、はい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 、お久しぶりです。ダブルラインです。よろしくお願いします。ダブルライン。ロックだぜ。ロックロックやめちまえ。確かにおかしい。釣りがやめたということで。やめろよ。できねっつってやめろ。毎回あのダブルラインとツーリングが中心になって、はい、ここのコーナーを使ったんですけど、ツーリングがちょっと急遽お休みになりましたんで、はい、なんで、なんで、なんで、え、知りたーい。お前今日ボコボコになるから、それやったから。あの、グーでやってください。いいのみたいな。まあ、あの、急遽の穴埋め企画というか、はい、はい、ちょっとあの、以前ですね、ダイモンさんが番組の最後の方で、フリートークの話でね、パンクロックとハードロックの区別がつかないみたいな話を、なるほど、そうやりまして、はい、はい、では、せっかくなんで、パンクロックとハードロックの区別の仕方をここでお教えしようかなと思いまして、それを教えるためにはロック全体のこともちょっとお話しないといけないので。確かに、はい、ちょっとロックのお勉強をします。はい、はい、というわけで皆さん、ロック、まあロック皆さんは知ってますか。ロック自体、はい、ロック、はい、音楽ジャンルのロックですね。はい、はい、ロック歌手ですとかね、言うじゃないですか。ありますね。カラジャンのイメージがありますね。ああ、なんかディジギターをね、ガンガン弾いたりとかね。まあまあ、そのロックの大きなイメージってあると思うんですけど、そのパンクロックとかハードロックの区別がつかないっていった部分で言うと、ロックの中の一種類なんですよね。パンクロックもハードロックも、それは分かります。大きなロックという括りの中にパンクロックっていうのもあるし、ハードロック、はい、あとヘビーメタル。ああ、だからそこからね、だんだんそのヘビーメタルとその、だからその全部区別がつかないんです。結びつかないですよね。ジャンルがいろいろまだ細かいジャンルがあるんですけど、その説明をしますけど、まあロックっていうのは、まああの、いろいろ歴史があるんですけど、まあ僕もあの、これ歴史は紙を見ながらでお勉強しないんですけど、大体1950年代にロックが出たんですけど、その始まりとかでも分かります？始まり？ローリングストーンズ。ああ、やっぱそういうことね。もっと前ですか。え、もっと前？もっと前ですね。ビートルズ。ビートルズももっと前です。もっと前。もっと前。なんだろう、フランク・シナトラ。誰？マイ・ウェイ、マイ・ウェイ。ああ、プレスリー近いですね。え、プレスリーも、あの、ほぼその、始まりの年代です。プレスリーもだからこの中で入ってますね。ほう。多分、だから一番、誰も知ってるで言うと、プレスリーが多分始めかな。はいはい。とまると、その、チャック・ベリーとかね。ほう。知ってるんですか？まあ、多分ね、曲は聞いたらすぐわかります。もう、絶対聞いたことある。あの、よく、
弾いてこうやってこうやって歩いたりとかするのはそのジャック・ビリーが考えたりとか、ジャック・ビリーがバックス・ザ・フューチャーでマイケル・コロンブスが発明したみたいなのは、ジャック・ビリーのことを黒人のやつをやってるのはあれジャック・ビリーのことを、はいはいはい、まあ、ロックンロールの始まり、ロックの始まり。でその頃はロックンロールって言ってたんですよ、大元は。元はロックンロールがロールがついてあるの、そうなんです、こういうなんか踊り、まあまあまあ、そういうの、でロックンロールっていうこと自体は隠語だそうです。隠語、隠語、俗語、まあ、セックスのことをそのまま言ってたらしいですね、実は。ロックンロールイコールセックス、そう、はあ、そうなんです、もともと由来はね。あ、でも今聞くとちょっとかっこいいですね、それ。ロックロールしようぜ。あー、そういうことですよね。おお、使いやすい、使いやすい、伝わらないから、もう今は伝わらない、昔だからね、伝うって、そんな急に女の子にロックンロールしようぜって言っても向こうもセックスだと分かんなくても嫌だって言うよ。ロックンロールやらないよって言い出すよ。そっか、大体この人の目つきで嫌がりますよね。バレちゃうか。結構ね、ロックはそういう隠語は多いんですよね。あ、例えば日本人だとヒデがいたじゃないですか、はいはいはい、ヒデがバンド組んだらヒデウィズスプレッドビーバーっていうのは、スプレッドビーバーっていうのは女のあそこのこととかそういうのを意味するとかね。へえ、なんかそういえばそういうなんだ、今の清志郎さんが誰かの歌詞の中にそういうのが出て含まれ、含み、そう出る歌詞が出てきて、雨上がりの夜空にはもうそうなるね、そう、乗りたいみたいな、そう、お前に乗りたいっていうのはそのまま乗りたいと思うし、なんかそういう感じ、お前の感度最高とかいうのは、要はそう含んでますよね、ロックみたいな感じですね。まあもうすでに隠語じゃないですけどね。今ので大体なんとなくこうイメージつく、そうそう、それは出過ぎだよ、出過ぎ。ロックイコールそういうのは一緒になるじゃないですか、セックス、ドラッグ、ロックンロールってこう三大用語みたいな感じで知ってます。昔のロックの流行った頃はセックス、ドラッグ、ロックンロールっていうのがまあ合言葉だったんですね。かっこいいなぁ。でもその始まりの時代でバーンと広まったのはそのプレスリーが出たで、そう、もう世間的にはバーンと広まったらしいですね。それは1960年代とかそういう時代ですよ。あ、プレスリーってそんな新しいんですか。そうですね、ビートルズのちょい前ぐらいだと思います、ね、ビートルズはプレスリーにすごい憧れたみたいな子があったみたいです。ほー、ビートルズもロックの中入るんですか。ビートルズも入ります。あ、入るんだ。そう、ね、だからロックの定義、まあいろいろあるみたいなんですけど、定義ね、ロックとはとかんで、はいはい、まあ言ったら、自作、自分で曲を作って、はいはいはい、自分で演奏することが多い、うん、まあ、カバーソングライター、まあいわゆるバンドで曲を作るっていうのと、それからドラム、ギター、ベース、ボーカルの編成であるとかね、はいはい、っていうこう観念があるようですが、ポップスが、いわゆるその誰かに曲を書いてもらったりとか、あとレコード会社のちょっとこう言いなりになるみたいなところがある。まあ演歌は大体そんな感じでしょうかね。そうじゃないもので、自作曲で、そういう編成でやってて、 R&B ソウルじゃない音楽、ほう、大体ロックで、まあ、2ビートだったり、8ビートだったり、こう16ビートだったり、まあ、音楽的なこともあるんですけど、まあ、その辺は関連的なことですけど。いや、じゃあ、あれですよ、私の師匠のヨシさんはロック、ロックの曲もあると思いますよね、うん、そうですね、ハマってる部分がありますね。あ、なんですか、俺のなんとかプレスリーもあるんですか。あ、そうかそうか、そうか、そうか、思いっきりそれもあるかも。うん、そんなこと言うんだったら2ビートは漫才師ですからね。うまいなぁ。ベテランだ、10年やってます。そうなんですよ。で、まあその音楽とかそういうことは、まあそういうのを分けますけど、まあ、ロックという文化もあるんですね。ロックな文化っていう。ロックな文化、いわゆる音楽的じゃない、まあ言ったらね、こう反社会的な、俺はロックな人生を送るって言ったら部分でも、はい、なんとか分かるでしょ。はいはい、まあ、石田優衛的なところですよ。はい、なるほど、はい、ロックの一
一番のこう基本的な考えとして、うん、あの反体制みたいなね、はい、反主流派、わ、はい、かります、はい、大きなものがあってそれに対抗するカルチャーとしてのロックな文化っていうのがあるんですよ、はい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 、少数派なんですねあのロックな一有名な言葉で、はい、これあるんですけど、こういうの知ってます？Don't over 30知ってますか、これはまあ、ロック用語としても、もう言ってもいいかもしれないですね。30過ぎても過ぎても頑張るぜそれはただ単にそれはもうおっさんの部分段階の世代への子供みたいなね感じだし、30、30、30、30、13、オーバー30です。30超え、そう、30過ぎたらトラスト、ロックは歌うな、信用ですね、トラストは信用、どっかのそういうトラストミーって言ったじゃないですか、ドンとってことはないってこと、30過ぎても信じるなみたいな、あ、惜しい、30過ぎのやつのことは信用するな、ほー、いわゆる大人は信用するなってことなんですね、うんうんうん、はいはいはい、中二病ですね、それはねこれがそのいわゆるロックの大きな考え方の一つで、つまり若造がするもんだったんですよ。わかります？だから30以上のやつを信用するなってことは、30以上でロックしてる人いなかったんですよ。なるほど。はい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 。ローリングストーンズどうなるんだって話ですね。そうですね。今はもうこうなってます。現実としてはね。だからその頃は、あの当時とかってジャズとか、クラシックは若者 の全体の音楽だったんですよ。はい。でもそれだけで足りない人間がロックっていうものができて、それに飛びついて、うん、俺たちは今からロックだってやってる人生の中で、その30歳以上のやつは信用するなっていう部分は、そういうロックの人生、はぁー、すげー、とんがってんなぁ、とんがってますね、とんがってる、とんがってる、すごい、これあるだって反対に演歌は30過ぎてからとかよく言われてましたよ、うんうん、若い10代の時歌ってると、まあ味が出るのは30過ぎてからかなとかね、よくなんかね、あの彼氏できてからかなとかね、うん、いろんなこと言われました。10代じゃやっぱり演歌の味はないよねとか、着物もなんか着せられちゃってるよねとか、よくそういうことね、うん、じゃあ大門さんはあと6年ぐらいですか？あ、そうですさすがですね、さすがさすがさすが、10年やってますからね、これぐらい言わないと、ほら水谷くん、僕ちょ嘘は言えなくて本当ボコボコになるのよ。こういうのが分かりやすい部分で言うと、はい、今で言うヒップホップな感じですよ。ヒップホップもあの音楽もありますけど、うん、まあ、ヒップホップ文化っていうのあるんですか、ファッションもあれば、はい、という思想もあるし、はい、でそれが若い年代で、もう今はだいぶ40ぐらいまでは生きてるんですけど、俺たちは10年15年ぐらい前はそれこそ50のヒップホッパーはいなかったでしょ。ああ、確かにいなかった、いなかった。ロックっていう大きなものがあって、それに対抗する文化でヒップホップが出たんですよ。で、そういう文が今どん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 まだ上がって、リアルタイムで俺らは今見てるけど、うん、それがその60年代、70年代はロックがそういうものだったわけなんですよ。そっか。確かに、サザンってロックです？サザンも。ね、うん、だってサザンが多分昔って、本当にその何何十年も前、何十年っていうか20、30年前で、で今なんか別にサザン普通に若い方も知ってるわけで、うん、違和感なく見てるじゃないですか、歌ももちろんこう普通に入ってきてるから、うん、ね、多分その年代ってそこまでロックがこう続くっていうあんまりイメージがもしかしてなかったのかなみたいな、うん、続くっていうかロック自体はあるんでしょうけども、やっぱりそのある程度年を取ってくると違うロックの方がどん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 出てきてみたいなことなのかなって、生き方としてのロックは薄れてきたってことなんですか、ね、それはあの現在ではそうなってる部分があるんだけど、これはねある種繰り返しなんですね、うん、繰り返しのロックの文化の中でも、その始まった当初はロックって新しいもので、うん、ある種荒々しいもので、はい、まだまだ発展途上なものなんですね、うん、それを若者がバーンって取り込んで、そこから成長するじゃないですか、はい、成長するとだんだん良くなってきて洗練されてくるんですよ。おで文化としてはどんどん良くなって音楽的にも良くなるんだけど、そうなるとだんだんつまらなくなってくるものが見えてくるんですよ、はいはい、今度それに対してまた新しい対抗するそのロックの新しいジャンルがあって、それの繰り返しなんですね。
これをこう大きく説明すると、そのロックが始まったその1954年って、まあ、書いてるんですけど、はい、54年から60年ぐらいにプレスリーとか出て、でビートルズが出てるんですよ、うん、でビートルズの初め、まあ、荒々しかったですけども、まあ、ビートルズはこうよく分かったですけど、まあ、レコーディングがすごい凝ったりとかした感じでね、うん、あとこうストリングスが入って、はい、こうバイオリンとかね、チェロとか、あーって分かってるのちょっと入ってきてビートルズやもん、ビートルズズートルズやもん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 持ってきてって、でそういうのがこうするとだんだん聞きやすくなる。でもロックの荒々しさはどんどん減ってきてるんですよ、そういうふうに言えば。はい、そういうのが始まって繰り返してるうちにどんどんこうロックとして成熟して始まるんですけど、例えばロックでいうと、歴史的に言うとどうだろうな、ビートルズがあって、まあベンチャーズがあって、ベンチャーズはいはいはい、あとビーチボーイズ、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 はい、あのソリマチ高橋さんそれ出てきますよね。やっぱね、それ出てきますよね。これ初めてボケました。例えばじゃあまた全然変わるんですけど、あのほらバンドってブームになった、今またちょっと最近プリプリがこう出てきたりとかしてるでしょ、でそれも一応ロックじゃないですか。でその後に小室さんたちが出てきたじゃないですか、それは何ですか。小室哲哉もまあロックですね。ロック、ロックに入るんだ。この中で言ったらカーペンターズとかも、はい、ロックの中に入ってる。ソフトロックという書いてある。ソフトなんだ、うん、まあ、あのロックで、まあ、何でもありな部分があるので、例えばフォークがあってフォークロックっていうのがあるんですよね。あ、なるほど。あとカントリーがあってカントリーロックっていう、カントリーロック、まあ、だからそれ新しいものが出たらカントリーって昔からあるじゃないですか、はい、でロックが出るじゃないですか、はい、となると必ず間が出てくるんですよ。あ、カントリー風だけどロックなテイストもあるみたいな。はい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 、でそれは今回の曲はこういう曲だったけど、次回の曲はまだどれだか分からないですか。そういうのもいろいろあるから、まあ、ジャンル分けは非常に難しいですね。今回はすごいカントリー色だったけど、次回はロック色かもしれないし、みたいな。そういう繰り返しの中で、まあいろいろ流行したりがあり中の、まあ言ったらハードロックですよ、ハードロック。ハードロック。はい。ハードロックの始まりとかがこう入り出したのが、まあ、1969年から75年と、まあ、書かれてますけど。結構最近ですね。はい。まあ有名なところだとレッド・テッペリンっていう。あ、はいはいはい。有名ですね。はい。まあ大体ハードロックの一番、有名なところレッド・テッペリン、で、巷の人で分かりやすいのはディープパープル。あー、ディープパープル、はい、知ってる、本当に知ってる。ディープパープル、バッ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 、マイクの目の前だったら超うるさいよ、超うるさいそれ。まああの辺がハードロックですよ。はいはいはい、その分からないって言った部分のハードロックなんですって。はい、ハードロックが始まったまあ理由として、あ、理由というか、まあハードロックのまあ分けるとしたらブルースですね。はい、ブルース、ブルースをロックショックをかなり強めた音楽だと思ってください。ブルースを根底にしたハードなロック。はいはい、ブルース根底のハードなロック。まあ結構ロックのジャンル分けってそのまんまのやつがあって、そのさっきのソフトロックな、ソフトなロックで、ソフトロック、はい、ハードなロックでハードロックってやるような感じがあるんですけど、はい、まあ、ブルースを基本にしたロックで、ハードに弾いたものをハードロック、はい、いきますか。なんでこのハードロックっていうのができたかって言ったら、はい、この頃になるとアンプの機材とかが性能がアップするんですよ、うん、PA 機器とか。はい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 。なので今まで小音量で小さいところでやったのが、大音量でドカーンって鳴らせるようになったんですよ。 あとエレキギターの機材が発展して、いろんなこう足元でこう機材のエフェクターっていうのがジャーンっていう音を出しやすくなったりとか、そういう機材の発展もできて、ハードロックっていうのがバーンと出たわけ。なるほどね。だから、はい、そうですよね、はい、ハード SM とかも機材の発展で違う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 違います、違います、そういう意味があるんですよ。あれは、あれは昔からありますから、いろんな機材が発展しまったわけじゃない、はい、機材普及するとキリがないんですよ、うるさい。なんかダブルライザー詳しいんですよ。違います、違います。ハードロック、はい、このレッド・テッペリンが、はい、もうメディアに出ないのにえらい売れたんですよ。メディアに出ないで売れた。そう。おお、そうですね。で、それでもうすごくでもう大ブームを起きて、君はロッションな感じですね。すごい。まあまあ。
でその大音量からの流れで、ですね、プログレッシブロックっていうのがプログレッシブロックですか、はい、それグループですか。いや、あのロックのジャンルの、そのハードロックから流れでプログレっていう、まあ